高岡メッセ。今日はちょっと世界と日本両方に関わりのあるちょっと珍しい言葉、恩赦というニュースで、お話をしたいと思います。私今朝の目覚ましに飛び込んできた英語は恩赦でございました。で、どこがやったのかというと、アメリカのバイデン大統領がご自分の息子さんの今裁判になっちゃってる罪がなかったことにする。アメリカは結構紛糾しております。トップニュースの上のトップニュースみたいになってますが、これ実はね、日本も長い歴史があるんでございます。恩をもって人を許すと書いて恩赦と言いますが、誰が誰を許すのか歴史も紐解いてまいります。許されたのはですね、現大統領の次男でございます。この人ですね、結構あるんですよ、違法薬物使用で、違法薬物を使っていることが分かっている人ってのは銃を、許可なく買えないんですが、それも黙って買ったじゃないかと。もうちゃんと捜査は終わってて、裁判になってますけれども、なかったことにするということで大統領が署名をしてそうなりました。当然トランプさん怒ってますが、今回はアメリカ中が怒ってる、今しかないからやったんでしょ。トランプさんが嫌いだと言ってるメディアも今回はトランプさんと足並みを揃えてます。なんてことするんだという話になっております。でやっぱり皆さん怒るのは日本の方も嫌ですね。その政治の権力にある人たちが特別扱いを誰かに対してする、しかも身内に。でさらにですね、これ世界中みんなそうなんですが、恩赦、恩をもって許す、その主語は大体国家元首なんですね。でアメリカの場合は国家元首当然大統領で、ところが難しいのは大統領は選挙で選ばれる人です。ですから政治と、話すことはできないということなんですけども、極めて至上じゃない。でもトランプさんもね、結構やってるんですね。はい、トランプさんはこんな感じでございますが、ご自分 の, お嬢さん、イバンカさんという方がいらっしゃいますけど、そのお婿さんのお父さん、結構ね脱税とかで追及されてたんですけども、恩赦です。これ前回の時にやってます。それからここが問題ですね。やっぱりアメリカ意見が対立して分断をして銃撃事件が起きているという人たちも釈放しますと言ってるんですが、世界中に恩赦ってあります。上には上がいるもんで、こういう人もいます。この人も国家元首です。はい、ウクライナとの戦争で人手が足りないと、そうすると凶悪犯であればあるほどいい、人殺しに出すわけですから、ということで、重罪犯をどんどん10万人ぐらい釈放しましたと。中にはもう事件名聞いてるだけで日本の雑誌だと怖いですが、悪魔崇拝殺人犯なんか雑誌が書くような名前ですけどね、そういうような4人も殺害したような人も、釈放して戦場に投入していると。これ全部この人の一存でやれるわけですね。で、今回は親父のコネを使ったじゃないかということで、大変晩節を怪我したというふうにバイデンさんも言われているわけでございますが、さあ我が国はじゃあどうでしょうかということなんですが、我が国の歴史はですね、なんと奈良時代からこの制度といいましょうか、もちろん言葉が違いますけれども、恩赦の制度はあったわけですね。でこれね、劇的に変わったのはやはり太平洋戦争が終わったタイミングを境にです。で法律、我が国は今法治国家でございます。一応国家元首天皇陛下ということになりますが、天皇陛下は政治に関与しないということになっているので、今法律で恩赦は決められております。でこれは、タイミングを見ていただくと昭和22年にできているんです。ですからその天皇の地位とか権限が戦後劇的に、国家元首でありますけれども変わりましたね。政治だとかあるいは軍の最高責任者ということはなくなりました。ここで明確な実は線があります。今恩赦っていうのは天皇陛下は認証をします。しかし行政権によって行われるので、簡単に言えばもう内閣が やると。でそれを天皇陛下がお認めになるという形が基本になって、さらにそこを詳しくどういう種類の許し方をしますかというのを決めたのが恩赦法で、昭和22年から決められています。簡単に分けると3つあります。1つはもう有罪のもう判決を出てても、もうなかったことにします。それから刑を軽くしましょう。それからそこまでいかなくったって、例えばこの国家試験の免許をお医者さんだとか調理師で、不祥事を起こした方が免許を取り上げられている方を権利を復権しましょうというのの大まかにと3つになります。でこれ皇室の継承というのが戦前の歴史でしたけど、ここに国家が入りました。だからこれかなり政治判断が入ります。
あの皇室だけではなくて国連に加盟したという時も恩赦をしたんですね。これはあの天皇陛下の意思というよりは行政の意思です。やっぱり国際社会に復帰したわけです。日本人みんなのお祝いだから、その罪に問われている人も許しましょう。沖縄が日本に復帰した時、この時もやっぱりこれ日本人みんな嬉しいことだからということで恩赦が行われました。まあ、この辺までは全然私も文句はないんでございますが、じゃあ恩赦ってどのぐらいの方が1回で出るのか、今から2つご紹介します。なんと1017万人の時もあれば55万人の時、赤線を引いたのはいずれにしたって万人の単位で許されます。はい、こちらです。これね、あの昭和天皇があのお隠れになった時の大喪の例ですが、この時は1017万人、許されました。で、そして、近所で今の陛下でありますけれども、即位された時は55万人です。ただそれなりに数があります。ということはやっぱり基準が、テレビ局の皆さんも国民ですからやっぱり知りたいということになるとこちらです。法務省の考え方です。やっぱりね、犯罪を犯した人を、まあ、特に重大な人についてはちょっとあの誰でも彼でも出すわけじゃありません。しかし、やっぱりですね、まあ、配慮はするけれども、ある一定の方々のレベルの方はやっぱり社会に戻すということもですね、やっぱりその社会でもう一度社会の中にいながら更生をしてもらうという考え方を法務省は取っているわけですね。はい、それにしても万の単位ですもんね。はい、ということになりますとね、これ我々も日本を更生している国民ですから、皆さん意見が違う、ご覧の皆さんも違うでしょう。そうするとね、ただ本当にいるんですかという議論は時代とともにやっぱあります。はい、こちらです。で、やっぱりあのいろんな評価もあります。これ世論調査です。で、評価しないよと言われる方がやっぱりもう5割を超えてきました。やっぱりその罪はちゃんと償ってくださいと。で、評価するという方はもう3割を切ってるということもあります。で、これね、国会でもね結構議論になってます。2019年ですけど、そんな前ではありませんけれども、刑事罰を消すんだろうと、それいるんですかと言われた時は、まあ、当時の政府の考えです、当時安倍政権でしたけれども、私が先ほど申し上げたやっぱり、世の中に戻ってもらうと。で、その世の中に戻りながら、まあ、罪が割ると仮免の方に関しては社会に戻ってもらうというのは刑事政策的な意義というのは、何でもかんでも刑に服してもらって刑務所でみんな面倒見るんですかという意味も込められていると私は解釈をいたします。さあ、そこでこれね、やっぱり刑務所の中にいる人なんてやっぱ期待もします。で、もちろん冤罪を争っている方々もいます。そうするとですね、やっぱ次はいつなんだろうということになります。で、申し上げてきたように、やっぱり恩赦っていうのは圧倒的にあの皇室のタイミングで決まります。それはよろしいことも悲しむべきこともありますが、これやっぱりね、一番この皇室のタイミングで、国民みんながよかったですねと言えるとしたらですよ、やっぱりご成婚だろうということになります。そうすると、これご成婚もですね、宮家の方々がおやりになったから、ご結婚されたから、これ恩赦ということにならない。やっぱり次のその天皇になられる方のご成婚、皇太子でしたね、ということになると、これまだまだ結論出てませんが、はい、これあのその恩赦があった時のパレードですけれども、はい、次のご成婚のチャンスがある方、もう当然愛子様になるわけです、うん、ところが、愛子様おとといで23歳になられました、まあ、世間でいうところの適齢期にも入ってきたわけですけれども、ただ問題は、私申し上げましたように宮家のお嬢様ではないわけで、これ天皇直系です。となるとその時の地位が、これあのまだまだ結論出てません、国民の中でもいろんな議論ありますが、例えば女性天皇になることがもう決まっている皇嗣、天皇の位を継がれる方だったら恩赦はあり得るでしょう。しかし、例えば上皇様の、まあ、お嬢様もいらっしゃったわけですけれども、民間の方と結婚されました。それはやっぱり立場が違うわけで、そうなってくると実は我が国はですね、まあ、先日秋篠宮様が我々も生身の人間ですという大変明けすけな、もう率直な言い方をされましたけれども、まあ、本音だと思います。年齢は人間ですから取っていかれるわけですね。そうするとですね、我が国は、この日本とはいろんな意味があります。政府も国民も考え方もみんな違いますが、まだ次の天皇をおやりいただくか、あるいは違う形を考えるのかということも全く我々結論に言ってないんですよ。静かな環境の時に決めますと政府はずっと言ってきましたけども、言ってる間に人間ですから
皇室も時を重ねられます、御社は我々日本と皇室との在り方にも、問いかけをしていると私は感じます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。